の発信途中で終わっちゃってごめん。実はエレジアに物資を運んでくれる交易船が海賊に襲われて海岸に座礁してたの。海賊のやつら船に乗ってた船員さんたちを人質に取ったんだよ。それで歌を出せってわめいてたの。私がこの島にいることを嗅ぎつけて誘拐するつもりだったみたい。でも大丈夫、海賊どもはみんな私が捕まえたから。もちろん怪我人は出てないよ。海賊とどうやって戦ったかは秘密。でも私のライブに来てくれたらわかるかも。それで海賊どもが逃げていった後、助けてあげた船員さんたちにちょっとだけ私の歌を披露したの。アカペラだったけどみんなで盛り上げてくれて楽しかったな。なんだか嬉しくて、映像でんでん虫では一度も発信してなかった未公開の曲まで披露しちゃった。この映像を見てくれているみんなにも特別にタイトルだけ教えちゃおうかな。曲の名前は風の行方っていうの。この曲は私が子供の時によく口ずさんでたんだ。まだこの世界の闇の部分を何も知らずに、辛いことや苦しいことから守られて生きていた頃に歌ってた曲。当時は海賊に苦しめられている人がこんなにたくさんいるなんて知らなかったから。現実を知った今では歌えなくてずっと封印してた。でも考えてみたら、海賊のせいで大好きな歌を歌えなくなっちゃうなんてもったいないよね。久しぶりに歌ったからなんだか懐かしかったよ。年齢も性別も関係なくみんなで楽しめて、音楽って本当にいいなって思った。もうすぐライブが始まるね。やばい、みんなに会えたら泣いちゃうかも。メイク崩れても笑わないで。ものすっごーく大きな会場なのにチケットは全席売り切れなんだって。残念ながらチケットが手に入らなかった人も、ライブは全世界で同時発信するからそっちで楽しんでくれたらいいな。今までにない規模のライブだから、だからきっといろんな人の目に留まってくれるはず。世界のどこにいるのかわからない人の目にもきっと、みんなが私の希望になってくれたみたいに、今度は私がみんなの希望になるから楽しみにしてて。じゃあみんな会場で会おう。チャンネル登録よろしくね。